Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current ポッドキャスティング。今回は4月15日放送、写真家の菅原一郎さんに伺ったフランス・パリのお話です。パリへ行かれたのはきっかけというか、何を求めて、ですね、大学を出て、はい、早崎治さんというですね、前回の東京オリンピックのポスターを撮られた、はい、あのかっこいい写真ありますよ ね、 ますね、あの一連の、はい、あれを撮られた方のところに、まあ、弟子入りというか入らせていただいて、はい、2年弱ですか、そっちにいたんですけども、なんか当時はその技術的な広告写真のいわゆるこうお手伝いというか助手をやってたんですけども、技術はすごく大切なことだと思うんですよね、やっぱり何をやるにしても。ただ自分の中より悶々としたものがですね、消化できなくてですね、で同時に助手時代に個展をやらせてもらうチャンスがありまして、まあそこで出会った人たちとか仲間とか刺激もされましたし、もう一回ちょっと自分でどこまでできるかやってみたいなって思った時に、まあもともと絵画も好きでしたし、なんかやっぱり芸術の都パリって憧れもありましたし、行ってみるかなと思ってですね、本当は向こうでそのボザールって美術学校があるんですけど、そういうところに行けたらいいなと思ったりもしたんですけど、まあなかなかそうもうまくいかなくてですね、学校には行けず、でもなんかダラダラと毎日どんな生活をされてたんですか。ですね、最初はもう自分のなんていうんですかね、貯金というか、これがなくなるまでいようぐらいの感じだったんですけど、やがて向こうでアメリカ人と知り合いまして、アメリカ人がファッションカメラマン志望だったんです、で彼が僕にプリントとか写真を教えてくれと、暗室も持っていて、なるほど、僕はすごい安アパート、ウィークリーマンションの下の下みたいなところに泊まってたんですけど、それだったらこっちに来ないかって言って、家賃いらないからって言われてですね、そこの暗室で寝泊まりさせてもらって、で彼がファッションカメラマン志望だったので、モデルクラブと釣り合いがあってですね、当時は向こうでモデル撮影するとバイト代みたいな形でギャランティーもらえたんですよ。なるほど。日本だとテストシュートっていうとバーターなんですけども、向こうはちゃんとギャランティーを、そのギャランティー払ってでもいいカメラマンに頼みたいっていう、やっぱ意識の違いがあるんでしょうね、そういうアルバイトをしてやってたんですよ、その時やがてたまたまなんですけど、僕が撮影したモデルさんが、いわゆる割と有名な雑誌のオーディションに引っかかってですね、それでこの写真撮ったのは誰なんだっていうふうになって、で写真撮影を頼んでもらって、そしたらなんか、まあ、大したページではなかったんですけど、まあ、ファッションカメラマンみたいな形になってですね、それでしばらくそういう形で食いつないでいたというか活動をしたんですけど、パリってもちろんモデルさんを撮ったりもその、ね、そういうファッションの、写真ということもあります、ただ街としてやっぱあれほどフォトジェニックな街なかなかないじゃないですか。写真撮るのは本当に難しいというか難しいですね。どこ撮っても絵になってしまうというか、で芸術家の亡霊たちがいっぱいいますからその気になってしまう空気があるわけですよね、力もないのに、なんかカフェでなんかこう佇んでるとなんかちょっと哲学的なその気になるみたいな空気あるじゃないですか。わかります。本当にでも、まあ、どこを切り取っても絵になるから、だから僕が撮ってきたパリの写真は、パリじゃなくてもよかったんじゃないのって言われるような写真にしかなかったんですねでもやっぱり違うし、その空気感を閉じ込めるっていうのは写真の一番の ね、やっぱりその写真の一番面白いところは、主役は被写体ってある相手なんですけども、極めて主観的なことなので、切り取り方とか物の見方によって全然違うものに見えてしまうので、そこが面白い、まあ、他の芸術と言われているものとちょっと違うところはそこかなと思いますけどね。パリの一番の思い出って言ってね、人々とそこにある光とお答えいただきましたけど、いや日本の美術館と向こうの美術館の一番違うところは、
向こうは、まあ、よくスケッチブックで模写してる人たちいっぱいいますよね、うん、はいはい、イギリスもイタリアもフランスも、はいはい、日本ではまず見られない光景ですけど、そうですね、でぜひもし次回行かれる機会があったら、うん、あのルーブル美術館、はい、ルーブル美術館のギリシャ時代の、うん、ギリシャ彫刻のコーナーがあるんですよ、はい、すごいですね、有名なところではミロのヴィーナスがありますけど、はい、あそこ回廊になっててですね、うん、光の当たり方が綺麗なんだよね、自然光がバーッと入ってね、あそこ綺麗なんですよ、綺麗ですよね、でもあそこで僕が行った時にずっといつ今でもそうですけど、当時は写真も撮ったんですけど時間あったんで、うん、デッサンみんな描いてたから、うん、真似してやったりしたんですよ、あ、なるほど、でデッサン描いたり写真撮ってプリントして比べてみたりみたいな、うん、なるほど、なんかそれってあの昔の画家たちがやっぱりラファエロの絵を模写したりだとか、そうやって技術を練習したりも見ていくみたいなことにちょっと似てるような作業というか、でもなんか初心に戻れるじゃないですけど、なんとなくいつもあそこに行くんですよね。ルーブルのコツはとにかくもうできるだけたくさん見ようと思わないことですよね。そうですね、一つにこうポイント絞る、ね、もう今日はここ行くんだって言って時間を使わないと、僕はここ10年以上ギリシャの彫刻のコーナー以外行ってないそう、たまた他見てないですねあそこで数時間時間潰れたら終わっちゃいますよね。面白いね、でもね、はい、それはそう、多分あの美術館の正しい使い方は一つですよね。まあ、あそこ本当光も綺麗で落ち着くんですよね、はい、で あそこ面白いんですよ本当に、あのギリシャ時代からローマ時代にこう変わっていくところって、でギリシャ時代はすごい芸術的表現なんですけど、ローマになるとこう権威的っていうか、そうです、ね、意味合いが同じものでも変わってくるじゃないですか、彫刻そのものの意味が違ってますね。なんかそういう時代の流れを見てて、なんか今の時代とかにもこう当てはめることもできるし、なんかその中で何ができるのかなみたいな思ったりとかもするし、なんかあそこ好きなんですね。ルーブルいいね。なんか行くとあそこ行きますね。パリの魅力ってどんなことになります？なんかずっと片思いしてる感じなんですよね。なんか嫌いじゃないけど好きじゃないっていうか、まあ自分が一番多感な時期に一番大切なことを考えられた場所でもありましたし。なんかあそこに行かなかったら多分僕今みたいにこうなんていうんですかね、日本人として、はい、まあ、物を見る仕事ですから、うん、やっぱ日本っていう国を全く知らないなと思ったんですよ、うん、本当に。で向こう行って、まあ、モンゴル人、中国人、韓国人、日本人と全く一緒に扱われますから、そうですね、それがえ俺らは違うんだけどと思ったけど、考えてみたら違いもよく分かっていないし、自国のこともよく分かっていないし、なんかこう通り一遍の本に書いてある歴史のことしか知らないんだなと思ってですね、それがなんかやっぱり自分のこうアイデンティティみたいなものをやっぱり軸足にしてものを作っていくときには大事なことじゃないですか。そうです、それが全く自分の中になんか欠落してるなっていうのもパリに行ったから分かったんじゃないかなと思いますけどね。写真っていつ頃こう面白いと思われて始められたんですか？ちっちゃい頃からですか？いやいや全然、もうむしろ苦手だったかもしれない。あ、そう、はい、撮られるのも撮るのも結構苦手だったんですけどね、はい、きっかけは不思議なもんでですね、うん、高校生の時に、はい、あのサッカーをやってたんですけど、はい、クラブ活動はあんま得意じゃなくて、みんなで練習するとかって、うん、はい、であのたまたまあの国際キリスト教大学の同好会みたいなところがあって、うん、はい、そこに僕の同級生の親戚の人がいて、うん、人が足りないからなるほどチームだからね、同好会だから、はい、それでそのところに行ってて、受験をする時にですね、英語を教えてくれるってマネージャーが、はい、でその人はお父さんお母さんがその、チリに行かれていたので、うん、一人暮らしだったからさすがに女性で一人暮らしってそこで英語教室は良くないってことなんじゃないですか、うんうん、おばさんの家でやってたんですよ、うん、はい、僕そのおばちゃん今でも仲良しなんですけどそのおばちゃんのご主人がカメラマンだったんですよね。そこで初めて写真がかっこいいと思ったのは初めてですか、うん、おじちゃんもかっこよかったんですよ、うん、
18歳ってぐらいってことか。そうですね、つまりそういうことですよね。そうですね。でおじさんもかっこよくて、僕はおばちゃんのところにいると、おばちゃんすごい料理が上手な人で、でついつい長居して、うん、コーヒーなんかも入れてくれて、はい、遅くまでいるもんですから、はい、そうするとおじちゃんが帰ってくるんですけど、うん、そうするとその日やってきた仕事とかポラロイド、うん、広告のカメラマンがやられていたので、はい、見せてくれるんですけど、すっごい綺麗でかっこいいなって思ったのが最初ですかね。あ、そう。でそれまで音楽やられてたんですって。そうそう、バンドをやってまして、あの頃バンドブームだったんですね、ちょうど。なんか、はあ、楽器は何弾かれてたの？ドラムス、はい、はあ、でまあ本当に結構一生懸命やってたんですけど、うん、まあ、いざね、こうプロってなると、うん、まあ、話違いますからね。一つの壁もありますしね、うん、でも僕らは高校と同時にだからバンドは解散をしてですね、はい、まあ、あとはもう趣味みたいになっちゃいましたけど。なるほど、はい。で写真を選び大学に進まれたってことですか？そうですね、本当はあの第一志望は普通の一般大学を考えてたんですけど、はい、美術史みたいなのを最初ちょっと勉強しようかなっていうふうに思ったんですね、うん、はい。でそれがやっぱり結局ダメで、第一志望で、第二志望普通は同じような大学の種類で第二志望とかに行くじゃないですか。そうですよね。で僕は第一志望ダメだったら写真学科きっぱり。そうですね、それが良かったのか悪かったのか分かんないですけど。あ、面白い。でもそういういろんなところでほら運命の分かれ道ってあるじゃないですか。そうなんですよね、多分それもあれなんですよね。東京の大学と大阪の大学と両方写真学を受けたんですけど、はい、なるほど、まあ、おかげさま両方通ったんですけど、うん、大阪芸大に行ったらですね、田んぼの中に要塞のような学校があってですね、はい、結果的に本当に行ってよかったと思うんですけど、当時やっぱり関西のいわゆるその現代芸術の人たちが、うん、もうトップの人たちがみんな集まって先生たちをやっていたので、うん、ちょうどいい時だったと思うんですね。でキャンパスに入ると歌歌ってる人とか、うん、彫刻やってる人とか、うん、いろんな人がいて、うん、面白いなこれって思ったんですね。へえ。それでなんか親に頼んだらあっち行きたいんだけどって言ったら、なんか行きたい方に行ってみたらって母親が言ってくれたので、うん、じゃあ全然縁もゆかりもない大阪でも東京で生まれ育つと大阪ちょっとハードじゃないですか。僕大阪人なので、いや生まれも育ちふるさとがないんですよ。はあ。生まれたのは札幌なんです。あ、そうなんですか。転勤族なんですよ。なるほどなるほどなるほど。東京は一番長かったりは長かったんですけ ど、ふるさとないので、あ、いや僕大阪相当ヒットしました今でも相当好きです、ね、初めての海外ってのも大学時代。大学時代ですね。これどちら行かれたの？香港だったんですよ。当時ですね、なんていうんでしょうかね、美史っていうのかな、なんかいわゆる、まあ、写真を始めて、はい、物を一生懸命見るじゃないですか、うん、そうすると僕ら普段こうやってあのフレームのない世界で生きてますけど、うん、カメラって残念ながらフレームってものがあるので周り見えなくなりますよね、はい、そうですね。でそこだけずっと見てるとなんか別のものに見えてったり、うん、繋がってったり、うん、で大阪って割とこうアジア的な部分が結構強くてですね、はい、なんか東京に比べれば ね、 そうですね、特に強いじゃないですか。そうですね、まあ、韓国的な部分もあるし中国的な部分もあるし、 それでなんかこう香港というか近い海外国っていうところで一回写真撮りに行ってみたいなと思ったのが、まあ、あと値段が安いっていうのもありますけど、ね、でも僕もあの本当に初めて香港行った時大阪に似てるなと思いました ね、 ね、あの街のなんかエネジーがすごく似てますよね。色の気配、ね、そうそうそう、原色そこでぶつかるんだみたいなね。僕のあれですよ本当に東京での一番最初の個展というかデビュー作は香港と大阪の写真のミックスです。ああ、なるほど、はい、エキゾチックに映りますもんね。またこのフレームでこうカットして撮ると、ね、そうですね。でタイトルその時コレスポンダンスっていうタイトルだったんですけど、いわゆるこうし合うじゃないですけど物事つながってんじゃないかみたいな、はい、うん、暗い写真でいや若い時ってはねそういうもんじゃないですか。いや僕はそう思ってるんですよ。あの一つのことをね、ええ、まあ
音楽やられてるか分かると思うんですけど、一生懸命やったらいきなり明るいもんならないですよ、ね、ならないですよそりゃ。いやなりたいですよそれは。でもならないんですよね。逆に僕なんか読書重ねていくとなんとなく肩の力抜けるって変ですけど、はい、まあ、それこそこう曲を書く時なんかでも、はい、僕の場合は割とクライアントがいて、はい、こんな曲をこんな曲をなんて言って、はい、まあ、いろいろ注文があるわけじゃないですか、はい、でそれが楽しくてなってきましたけど、若い時とかはやっぱりそういう風にはうまくことは進まないですよね。あ、進まない、ね、進まないですよね。暗いと深いは違うんだってよく言ってますけど。いやでも本当そうなんですよ。なんかやっぱ当たり前ですけど、20代の頃とか悩んでるわけですから、いろいろ混沌としてるわけで中でね。いやでも本当僕もパリから帰ってた時にギャラリストに言われましたもん。なんか菅原君パリの写真見せてくれるって言われて、はい、見せるじゃないですか、はい、佐君これ人に見せるには暗すぎるかもって。でもそれが一つのエネルギーっていうか、一つ原動力っていうか、なんか礎になってるってとこあるんじゃないですか。そうですね。なんかまあ確かにもともと一つのこと一生懸命やるとか、うん、内省的な作業っていうのは、まあオタクって言われるように明るくはないと思うんですけど、でも僕はかっこいいことだと思ってやってるつもりだったので、いつかなんとかしてやろうっていうなんか気持ちはあったような気がしますけど。ちなみに今菅原さんがこうチャレンジされてる、あるいは新しくチャレンジしたいと思われてるような、このテクニカルな、この技法的なものっていうとどういうことになりますか、写真において。やっぱ今デジタルがすごくこう台頭している時代で、極論を言えばもうデジタルだとかアナログだとか言ってること自体がもうナンセンスな時代になるぐらいだと思うんですけど、その通りです。考えようによっては別のものではあるんですね。写真の場合は特にフォトグラフィーって言うんですけど、フォトっていうのはいわゆる光の粒子っていうことなので、光の粒子の絵ということなんですね。なるほど。で日本語ちょっとあれ翻訳間違えちゃったっていうか、真実を写すわけじゃなくて光画って言われる光の絵みたいなことですから、そうですね。そうなってくるとやっぱデジタルっていうのはもう光の痕跡がセンサーでいわゆる画像化されるので、そこにはなくなってしまうわけですよ、具体的には。だデジタルグラフィーみたいな言い方の方が本当は正しいというか、なるほど。でだからこそできるコミュニケーションっていうのもやっぱあるわけですよね、はい、撮ってもすぐアップロードできますし、そうですね。でそれはそれですごくこう新しいコミュニケーションが生まれて写真の新しい姿だと思うんですけど、一方でなんかなくしてしまうものというか、本来のフォトグラフィーみたいなのがなくなってしまうようなところもあるんですけど、それはそれで僕すっごい好きなんですよね。絶対にやめないというか、はい、まあ、昔はそれこそ十数年前には出版写真っていうすごく古い技法を使ってやったりしたんですけど、今もう一回フィルムがまた面白い時代になってですね、ヨーロッパってすごいんですよね。新しいフィルムメーカーとかできてますから、パリです、フランスです、世界で一番小さなフィルムメーカーってキャッチコピーですよ。なんとベースが和紙なんですよ。和紙って透過率がすごく高いみたいで、和紙の上に乳剤を塗ったフィルムが発売されたんですね。それは普通に 35mm ってライカに入れるフィルムから大判のフィルムまで作ってるんですよ。でドイツはドイツで、昔あったアグファっていう会社を買い取った会社が、本当にそこら辺の中小企業ですって、ちっちゃなところ、そこが抜群のものを作ってたりするんですよ。そういうものを使って、まあ、大判カメラを使いながらやったりとか、本当にまさに融合というかですね、富士フィルムでやらせていただいたサハリン展なんかもデジタルで撮影してるんですけども、アウトプットの印画紙はもう本当に1970年代60年代から使われてるゼラチンシルバーっていう銀塩写真を使ったアウトプットができるようになってきたりとか。面白いね。いや今すっごい面白いです。なるほど、ね、これからが面白いんじゃないかなって。僕はなんかそれをマニアックではなく、普通の顔して普通にやりたいなっていうふうに思ってますけどね。旅先っていうのはやっぱりいつも何を見てらっしゃるんですか。そうですね、いわゆる僕の仕事は本当に物を見る仕事なので、まあ、分かりやすく言うとですね、写真なんていうものは、まあ、一つのドアみたいなものですから、自分が見てきたものをここに、なんていうんですか、誰かに見ていただくとすると、それは一つのきっかけとなって別の世界に行ける可能性があるというか、
でそういうものを作ってるんですけど、実は不思議と旅先でいつも思うのは、なんか物を見る仕事なんだけど、実は自分と向き合う時間がいつもよりは増えているというか、なかなか具体的にこう意識して自分を見つめるってことはしづらいですけど、物を作ってたり旅先では割とそういう瞬間が立ち現れますよね。だから旅っていうと、なんか結果的には物を見ながらも自分を見つめてるようなところもあるのかなって思ったりしますけど。 ANA World Air Current